はい、どうも、メンヘラおじさんです。まあ、ジム行ってちょっと寝てですね。まあ、もうちょっと動こうかなというところでございます。雨なんでね、ちょっとどうしようかと思ってるんですけども。はい。というところで、昨日ね、実はコメントをいただいておりまして、まあ、新しくね、トムさんっていう方が、コメントをいただいておりまして、はじめましてと、40代既婚男性です。いつも楽しく拝見させていただいております。全然関係ない話なんですけど、おじさんは賃貸派ですか、持ち家派ですか？私個人的には持ち家派で、20代で購入した中古戸建てに住んでます。あ、でも20代で購入されてるんですね。すごいっすね。あ、まあ、既婚ということでね。結婚された時に買われたのかもしれないです。今後夫婦二人になったら、賃貸のマンションに引っ越してもいいかなと妻と話しており、それもありかなと思うようになりました。ということは多分お子さんいらっしゃるんですねと。で、ちなみにローンはあと15年ぐらい残っております。私的には戸建て購入の方が良くて、その次に賃貸で、その次にマンション購入なのですが、まあ、過去土地が最終的に売れるため、具さんの意見またはお暇の時に聞けたら嬉しいですというところで、依頼いただいておりましたので、まあ、早速お返ししていこうと思ってます。まあ、もちろんトムさんが、どこら辺にお住まいで、郊外の、中古戸建てなのか、あるいはその都心の戸建てなのかにもよりますし、マンションも郊外のマンションなのか、都心のマンションなのかで多分違ってくると思うんですよ。で、まあ、おじさん的にはね、あとまあ、勤めてる会社にもいます。おじさん全国転勤で、独身で、っていうところなので、まあ、これもね、会社によるんですよ。30歳までは家賃補助なり、寮なりあるけれども、ないっていう会社がほとんど、ほとんどというか、まあ、まあ、結構な感じでそうですね。あとは、まあ、住宅手当という形でお返しするであるとか、家賃補助で、お返しするであるとか、まあ、いろいろあります。で、私は、まあ、よく見る雑誌で、まあ、昨日友達とも話してたんですけど、やっぱ、労政事法とか、瞬間福利厚生とか、その、まあ、人事労務系の、やつを見てるとですね、まあ、おじさんも頭めちゃめちゃ入ってるんですけども、いろんな会社のその、言うたら、福利厚生事例がね、載ってるんですよ。ただね、一冊あたりが高いんですよ。年間購読料10万とかしますから。なかなかそういう系の、まあ、言うたら、お仕事なり、まあ、私だったら、言うたら、そういう人事労務担当に向けて、言うたら、ま、いろいろお話しするっていう仕事をしてるので、そこのところは強いんですね。で、まあ、いろいろ見てる中では、まあ、なんていうんですかね、会社によります、本当に。30歳ぐらいまで、あるいは、まあ、勤続10年まで、そういう形で、寮なり、独身寮なり、まあ、で、月に3万で住めます。社宅で住めます。っていう会社もあれば、手厚いところは本当に60歳まで、そういうことは全然しますっていうところもあれば、あるいは、まあ、住宅購入してもですね、全国転勤の転勤になった時にはそこを借り上げ所得っていう形にして、一定の金額補助する。まあ、もちろんその、よその社員の方が入るっていうことになるので、それを嫌う奥さんもいるんですよ。私たちの家に別の人が住むっていうことに対して嫌っていう人がいて、それをするしないっていうのもまたこれはご家庭によりますというところなんで、まあ、本当に千差万別でございます。ちなみにおじさんは、まあ、家賃補助というか、借り上げ所得で、住んで出て、まあ、月々いくらっていう形で、まあ、格安でこう済ませてもらってるので、おじさんは賃貸か持ち家で言ったら賃貸派です。で、賃貸派であるもう一つの理由は、私田舎に70坪の家あるんですよ。積水ハウスの結構いいやつがあるんで、で、いずれはそれを継ぐことになりますと。まあ、もちろん、売る可能性もありますけどね。都会にずっと住んでたいっていうので、売る可能性もあるんですけども、まあ、基本的にはそれを引き継ぐ形でおるので、田舎に住むっていう前提で、おるから、まあ、賃貸派なんですよ。で、まあ、僕、二人兄弟なんですけど、二人っ子ですね。まあ、妹と、僕と二人なんですけど、妹の方はもう嫁いで、旦那さんと家建てちゃったんですよね。建てちゃったって言ったらあれなんですけど、まあ、家建ててるんで、多分いらんだろうというところで僕がもらおうと思ってるんですけども、そうなってくると、家いらんよね、というところで、今、賃貸でおるというところです。で、もし、結婚、もし、言うたら、まあ、60で、まあ、田舎に帰らないっていう選択肢があれば、その家を売って、都会で、まあ、戸建てを買うのも一つですし、まあ、賃貸の戸建てみたいな形か、まあ、別に、そうだな、賃貸マンションっていうのはありかと思いますけども、個人的には、マンション購入はないです。ない理由は、
管理費の問題がありますというところですね。まあ、どちらかというと、なんですかね、どうしようかな。戸建てか賃貸かで、戸建て賃貸マンションっていうのは、だからトムさんと同じ考え方ではあります。やっぱ戸建てっていうのはね、最終的に土地売れるんですよ。というのと、建て替えもできちゃうんで、いいですね。で、まあ、田舎であっても、まあ、おじさんのところは、言うたら高速道路近いっていうのと、本当にね、その、まあ、松坂なんですけど、松坂の中では多分比較的、価値が高いとされているところなので、まあ、70坪ぐらいの家がバーっと2000戸ぐらいあるんですよね。2000戸じゃない ?500 ぐらいか。2000人ぐらい住んでるんですけども、そこはまあ、比較的、言うたらまあ、層がいいという、まあ、層がいいと言ったらまたちょっと語弊がありますけども、まあ、どっこいどっこいのね、どっこいどっこいって言っても語弊ありますけども、まあ、積水ハウスとかパナホームとか、まあ、そこそこええところのですね、ところの、まあ、言うたら、会社さんで、建てられたマンション、ところが多くて、お医者さんとか、あと、まあ、言うたら時代なんですけども、大手企業の、言うたら地方勤務になった人たちがですね、交流する新興住宅街みたいな感じだったんですよ。なので、比較的お金持ってる層が住んでるんですね。いうところで、まあ、場所的というか、まあ、山を切り開いて作ったので、その、ブラックサービスとかそんなもなく、まあ、綺麗に、なんですね、売れて、まあ、やってるところなんで、ええかな、というところですね。はい。で、まあ、何の話してたかって言ったら、まあ、僕は賃貸派です。で、賃貸のいいところは、まあ、いつでも引っ越せるっていうところですわね、というところと、管理費がいらないところが、まあ、いいと思いますね。で、あとは、そうですね、まあ、地方の持ち家は、そうですね、どうなんでしょうね。まあでも都会の持ち家っていうのはまあ資産価値があるんで、もうそれが一番いいと思うんですけども、まあでも狭い家やったりすると、その居住空間の関係でね、どうかっていうところもあるんで、まあ別に郊外でもいいと思うんですよね。で、まあプライバシーが保護されるっていうことと、あと、まあ住宅ローン減税使えたりとかですね、まあそういうところもあるので、もう持ち家は全然いいと思います。まあただ、なんていうんですかね、まあ、一時金を多めに入れてやるっていう観点からしたら、僕は中古の方がいいと思うんですよね。新築ってやっぱ建てたら、2割、3割、言うたらもう、買った瞬間に目減りするんで、中古市場で、ある程度の値段で、出回ってるものを購入されてるっていうトムさんの判断は正しいと思います。はい。それは、さすがに、言うたらまあ、築5年とか、であれば、そんなにプレミアムは下がってないかもしれないですけど、それでも新築に比べたらいいというところだと思うんですよね。うん。で、まあ、なんだろうな。そうですね。まあ、マンションのあるなところは、結局管理費がいるってことと、今マンションって、まあ、耐用年数47年なんですよ。47年なんですけども、まあ、ここ40何年って言ったら何歳ですかね。僕今38なんで、昭和40年代に建てられたマンション、っていうのはもう耐用年数過ぎるわけですよね。で、これからそういうのがどんどん出てくるんですよ。で、今、まあ言ったら、そういうマンションが駅前とかに結構たくさん建ってるんですね。で、価格的に1000万切るか、切らないかぐらいの値段で都会やったらね、あるんですよ。ただ、結局大規模修繕とかするときの修繕積立金が積み上がってないケースがあるであるとか、新築で入った人は積み立てられてるけど、中古で買った人は積み立てられてないっていうケースがあったりしてですね、結局、まあ、やり替えるにしても、管理組合が機能しないケースもあったりとかですね、いろいろ問題が、出てきそうな感じなんですよ。別に煽ってるわけじゃなくて、現実問題として、まあ、特にワンルームマンションなんかの投資なんかは結構そうなんですよ。修繕積み立てがちゃんと積み上がってない、管理費が全然積み上がってなくて、ちゃんとうまくいくんかな、みたいなところはめっちゃあるんですよ。で、まあ、ワンルームじゃなくて、ファミリータイプでも結局その、住民の入れ替わりの関係でですね、合意形成が、言うたら、取れる、所得層が固まってないんですよね。新築の時ってみんな大体同じぐらいの値段のものを買うんですけれども、そういうところの、言うたら収入面も全然違うし、積み立ての、られる可能額も違うし、で、それぞれ思う枠も違うしっていうところで、その辺が難しい。まあ、
っていうのがあって、ね、今後、まあ、多分ね、東京の青山とか、そういうところで、築50年ぐらいのマンションをどうするかみたいな問題が出てきてるんですけども、それって、まあ、ちょっとした文化財とかになってくるとですね、話変わってくるんですよ。プレミアムな価値を持ったりとか、あるいはそのアメリカとかね、地震がないところは築100年のなんかそういうマンションとかもあったりするんですけども、日本はまあその耐用年数の問題であったりとか、まあやり替えですよね。やり替えって言ってももう多分水回りとかボロボロだと思うんですよね。もう一回全部潰して建て替えた方がええんじゃないかみたいな。で、僕が不動産屋いろいろ回ってたら、新大阪とか、そういうところって、建蔽率がね、言うと特例で、もっと大きくすることが認められるっていうケースがあるんです。なので、そういう場合はですね、言うたら全部ぶっ潰して、建て直して、今10階建てだったマンションを20階建てにして、下の10、言うたら10フロアをですね、全部こう、業者に売っ払って、で、自分たちは上のマンションの、上の11階から20階に住むっていうような形で、ペイするっていう方法もあるみたいなんですけど、それはまあ、本当に、場所がいいところの特例でもあるし、それをするにあたって合意形成をちゃんと取らないといけないというところで、これもまた時間かかる話なんですよね、というところなので、マンションを購入するのは僕は反対です。反対ですし、郊外のマンションとか最近結構売ってるんですよね。なんですけれども、郊外のマンションはどちらかというと、消費するためのマンションというふうに考えた方がいいです。限界集落化するのが目に見えてるんで。でも、やっぱその時その時で、やっぱお綺麗なマンションで、まあ70から80平米ぐらいあってっていうようなところに住みたいっていう人も、まあ言っていると思うんですよ。価格帯的には、大阪の郊外であれば、価格帯的にはですね、3400万とか、まあ4000いかないかなぐらいで、そういうのあるんですけども、おじさんからしたらそういうところを買って、なんかまあ、言うたら大阪駅から1時間ぐらいのところに住むわけですよね。っていうのはちょっとナンセンスかなと思います。それなら、580万とか、まあ、言うたら1000万以内で、ちょっとこじんまりした戸建てを買ってですね、本当に、つつましやかな生活をするであるとか、賃貸で、利便性のいいところを借りてやるっていう方が、僕はいいと思うんですよね。まあ、月々のその支払いは、新築のマンションとかを買った方が、安いというふうに見えるんですけども、結局それプラス管理費かかるっていうところもあるし、まあ、言ってしまえば、その後の、金利とかを考えたら35年ローンとかで組むわけですよね。ってなったら、多分ね、1.5倍から2倍ぐらいは支払うことになるんですよ。3400万で買っても、言うたら、支払い、総支払い額で言ったら5000万から6000万ぐらい払うわけですよね。金利がどれぐらいかわかんないですけど、まあ1.5%ぐらいだとしましょうか。それぐらい払ってしまうことになるんで、購入するっていうのは、銀行員からしたら、だからその、住宅ローンでめっちゃ美味しいんですけども、こっち払う側からしたらですね、結構な負債を背負うことになるんですよ。まあもちろんその、マンションを売却することができるので、それは利益にもなるかもしれないですけれども、まあ、言うたら新築プレミアムが乗ってるんでですね、当然ながら買った1年後ぐらいにはもう言うたら2割3割目減りしてる状態ですわというようなところなんで、まあもちろんその1年2年であれば住宅事情は変わらなければだいぶ大丈夫だと思うんですけども、まあ昨今ですね、まあ言うたら、勤務状態もまあようわからんというところで、個人的にはそのローン組んでやるっていうのはあんまりよろしくないかなと思います。それであれば、賃貸で60までいて、まあ言ったら子供のその成長に合わせて、引っ越しをするなり、まあちょっと狭いけど我慢しようかっていうことでお金を貯め、学費を貯め、やってですね、60に自分たちが住みたい、やつ、で住む方がいいんじゃないかな。まあそれが都市部で住むのか田舎で住むのか、田舎で住むやったらもっとお金かからなくてもいいですし、まあ言うたら現金を抱いてですね、言うたら田舎に住んで、まあちびちび崩しながらですね、やっていくっていう生活であれば、多分、赤が出なくてですね、まあ、広い家で、結構ゆっとりっていうか、ゆったりした生活ができると思うんでですね、そういうのもありかなと思ったりするところでございます。個人的には、言うたら購入、マンション購入には、本当に気をつけた方がいいなというふうに思ってございます。特に新築のマンションですね。
はい。中古のマンションはそれなりの値段なんで、そんなに、なんていうんですかね。まあ、恐れることはないと思いますけども、中古のマンションで、築40年とかのマンションが結構売りに出てますけれども、そこは、なんていうんですかね。そっちはそっちでまた別の問題があったりするんでですね。やっぱり、マンションを購入するっていうことに対しては、トムさんがおっしゃるように、僕も後ろ向きです。戸建ての方がいい。しかも、築古の戸建てであれば、結構な安値でね、今売ってたりするんですよ。昭和40年築ぐらいのやつだったら。で、それをリフォームして、住むと多分ね、まあ、トムさんがどこ出身かわからないですけど、関西で言えば、堺市であれば、300万ぐらいでね、物件出てるんですよ。こじんまりした 3LDK ぐらいのね、中古の戸建てが。で、それを、言うたら水回りとかちゃんと修繕して、700、800万ぐらいで住むっていうのが、多分一番リーズナブルです。で、駅からも多分近いです。はい。なんていうんですかね。まあ、新築のマンションって結局陣取りゲームなんですよね。なので、築古のマンションの方が駅のいい場所に構えてたりするわけですよ。再開発をしたら、それは綺麗なマンションになるんですけども、まあ、億ションの可能性があります。はい。それぐらい価値が出てくるんで。ってなると、一般庶民にはちょっと買えないですわね、と。まあ、それこそ節税対策で購入する人とか、三重で買う人もいるけども、おじさんみたいにですね、まあ、貧乏サラリーマンからしたら、そんなもんはナンセンスです。はい。ので、まあ、無理なく、中古の戸建てを買われているトムさんは、もう、すごい、賢明な方やなと思いますし、そういう、まあ、言うたらマンションであれば、購入マンションではなくて、賃貸マンションに住む方が、僕はいいと思ってます。で、まあ、言うたら、戸建てでね、ずっと住まれて、であれば、まあ、最悪、言うたら、上の戸建てがですね、耐用年数過ぎてても、やっぱ土地が売れるのでですね、その土地売って、また別のライフスタイルを考えてもいいんじゃないかなと思ったりします。はい。個人的には家にお金をかけるよりも現金なり証券なり、そういう金融資産を持っていた方が、今後ね、家余り状態になるんで、家の価値が下がる可能性あるんですよね。土地の価値も下がる可能性がありますしと。まあ、もちろん都会のところは一定価値があるので、あれなんですけども、個人的に豊かに暮らすとなったらですね、まあ、田舎やったら本当にタダ同然で、土地があったり家があったりするんで、まあ、おじさんがね、結構そういう田舎暮らし的な動画が好きだったり、キャンプの動画とかよく見るんで、あれなんですけども、そういうところに住むのも一つの選択肢だと思うんですよ。で、お金を、まあ、言うたらコツ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 、まあ、言うたら、なんでしょうかね、だって今、アマプラと、本当に、なんですか、ネットフリックスがあって、で、まあ、なんですかね、水道光熱、が入ってればですね、あんまり苦労しない生活だと思うんですよ。で、まあ、毎日都会に行きたいんであれば、それは都会の近くに住んだ方がいいですけども、本当に日常生活的にですね、困らないんであれば、アマゾンと、アマプラと、ネットフリックスで多分十分楽しめると思うんですよ。で、奥さんとお二人でしょ？喋り相手もいるし、というところで、あとはだからコミュニティの関係ですかね。まあ、うちの親父とかも、今、町内会のですね、草むしり隊に入ってるんですけども、まあ、そういう、なんですかね、コミュニティの問題もあるんで、そこのところはね、また老後に考えられたらいいかもしれないですけども、趣味とかね、そういうところにお金を使いながら、まあ、言うたら家、とか土地に、依存しないですね。言うたらネットワークができてたらですね、別に住むところにはこだわる必要はないし、まあ、地元のですね、まあ、フットサルチームとかそういうところでおじさん同士で遊ぶとか、まあ、いろいろあるじゃないですか。であれば、まあ、市内でちょっと、物件があったらそっちの方に、ちょっと引っ越そうかなっていう形で、まあ、お気軽に、引っ越して、まあ、学校なんかね、子供退職者も関係ない、子供が、就職者関係ないですから、そういう形でやるのも一つですし、いろいろだと思うんですよ。っていうようなところを、まあ、ごちゃごちゃ喋ってたらもう20分くらい喋ってるんで、もう終わりますけれども、結論から言えば、マンションを購入するのは、私は、ネガティブですと。まあ、それは私の、言うたら、バックボーンによるんですけども、私は戸建てを持ってますと。ローンなしの戸建て持ってるっていうか、親が持ってるんで、遺産で継ぐんで、積水ハウスの結構いい、物件なんでですね、個人的にはそれを継ぐことにしているので、購入しない。また、なんですかね、会社の、
寮に、言うたら借り上げ社宅に住んでるので、賃貸もするつもりはない。あ、どっちかというと、まあ、賃貸派です、というところ、です。で、マンションに関しては、管理費かかります。で、修繕の関係で、意思決定を、やるのがですね、ちょっと難しくなってくる世の中になりそうな気がするのでですね、その辺でマンション購入は、新築は新築プレミアムで値が下がる。中古でも、築40年以上のものは耐用年数の関係で、大規模修繕が必要になるんだけども、その時にですね、一定金出さないといけないとか、その積み上げがですね、なってない人がいるとかっていう関係で、意思決定が難しいと。いうようなところからですね、マンション購入はどちらかというとネガティブ。戸建ての購入に関しては、僕は OK だと思うんですけれども、まあ、なんですかね、それが郊外で住むのか、まあ、言ったら都会で住むのかでも違う。で、まあ、子供の成長に合わせてですね、ご近所にコミュニティがあれば、ご近所内で、それに合ったですね、戸建てを買い直すっていうことも一つ、売って買い直すっていうのも一つですし、田舎の方に、言うたら、まあ、引きこもって、アマゾンとアマプラ、ネットフリックスっていう形のそういう最低限のインフラで、まあ時々ですね、都会に出ながら遊ぶっていうようなスタイルにしたら現金多く残るんで、結構ユートリアル生活ができるんじゃねえかなとは思ったりしてると、まあ、そんなところでございます。回答になってますでしょうか。はい、というところで、まあ動画一本終わります。